ロン買ってあげるよ。タミオから、いや、まだ負けてねえし。いやー、もうすぐ、もうすぐというか3枚目だ。マジで ST 入んないわ。 ST さえ入ってくれればね、もうすぐ、あ、ちょっと待って、点滅保留入ってる。私先読みチャンスにしてたはず。してたよな。してる、してる。よしよし、この点滅4割以上ありますよ。もうあと上皿に2個ぐらいしか溜まない。大丈夫かな。もう当たる気でいるけど、当てる。なんかまあ次回予告ぐらいはあるよね。あ、6か。これ多分発動するんじゃないかな。議事連バーン。はい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 、これが前作でやりみたいな議事連。かっこいい、かっこいい。ああ、ありがたい。ああ、でも1なんだ。ステップ1か。同時停止が8。一応赤ライン、あ、ここも赤あるんですね。でね、保留は緑のままです。ああ、で普通の発展で薫君のランプはつかない。あー、マリちゃんだ。でも多分後半には発展すると思います。なので後半発展するタイミングで役魔のガーンと落ちてきての覚醒ルートであってほしい。覚醒であってほしいやつ。あ、突破しますよね。で、あ、共闘だわ。共闘ルートです。こっちのがちょっと弱い。覚醒のが熱い。で、覚醒でも最終的にレバーになるので、うわー、微妙だなー。礼拝剣もないし、あー、カトン弱い。なくはないぐらいの感じですかね。当たんないか。ない。こことかでさ、ペカって光ったらたまんないですけどね。ということで、外れましたので追加投資したいと思います。よし。オープニングではね、あの夏美ちゃんがいないときなぜかめっちゃ出るって言ってたんですけど、あのいなくても変わらないです。あの人のせいにしちゃいけない、自分の引きの悪さ、本当に。よし、カスタマイズはリセットしません。単発1回じゃやっぱきついな。あのジアスチャンネルをね、あのいつも見てくださっている方は、多分この番組で私めちゃめちゃにこうハマってるので、すごい引き弱いし、多分負けてんだろうな日頃からって思ってると思うんですよ。それがね、本当ちょっと私2023年の終始になるんですけど、あの恐ろしいことに今現在12月末現在ですね、収支のトータルがプラス100万飛んで4万8500円なんです。あと2023年実はこの収録の段階であとね10日ほどあるんですけど、1週間ぐらいかなあるんですけど、1週間をなんとか4万8500円以内の負けで乗り切れば人生初の大台なんですよ。大台プラスだったことがないので、ちょっとねこれをねなんとかねキープしていきたいんですよね。なので今日大負けするわけにはいかないんです。お年玉でね、お年玉もらえたらね、私中国タンミョン買うのよ。中国タンミョン、タンミョン買いたいの、大量に。タンミョンってね、中国の春雨なんですけど、太いんですよ、めちゃくちゃ。で、私結構新大久保とかで韓国料理行くとトッピングとかであるんですけど、それがめっちゃ好きで、
アマゾンとかで売ってるんで、それを大量に仕入れてるんですけど、で鍋とかにも入れたりとか、私とかはもうそれが好きすぎて、なんか普通にキムチ鍋の素とかにもうそれだけ入れて、そのタンミョンだけで食べた。なんなら別にそんな特別高いわけじゃないんですけど、いっぱい買いたいんで、一気にね買った方がお得なんで、お年玉もらったらそれを買いたい。私ね、骨盤ベルトがね欲しいんですよ。骨盤ギュッて締めるやつ。私ものすごい反り腰だし、腰痛持ちなので、こう腰に巻いて、なんかね紐がいっぱいビーってこうなってて、なんだろう、あのコルセットみたい、まあコルセットなんですけど、でそれをこう紐をギュッて引っ張ってグッて締めるみたいな、あのなんかねいいやつあって買ったんですよこの間。それをこれがね9900円するんですね、アマゾンで。でこれがあの買って使ってみて、めっちゃいいじゃんと思って、この紐をこうパッて貼り付けた後でさらにグッて引っ張って骨盤がクッて立つんで、あのねこういうずっと一日座り姿勢でもこうちゃんと腹筋とかも使えたりして、すごいいいぞこれはと思ったんですけど、その買って一日で猫に紐のところ食いちぎられて一日でダメになっちゃったんですよ。なのでこのね、なんていうやつ、ガードナーベルトってやつなんですけど、これがね欲しいです。今日勝ちたい、勝ってめっちゃいい骨盤ベルトを買う。頼む、13号機発展しろ、いけ。ちょっとガセが多いな13号機。現状報告から始めていただいて。怖い。あ、聞こえる。今何回転ぐらいですか？今ね、300ちょい。あ、300ちょいか。でもね、1回当たってるの私。あ、そうか、1回当たって時短抜けとか。そうなんです。で、時短抜け300。そんなに悲惨ではないけど、大幅にではないけど、うんうん、でもまあ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 ですよね。次がちょっと ST 入ってくんないときついなっていうのはあるかもしれない。でも私も、うん、まあ2回当たってますけど私、うん、どっちも当たってるんすよ一応。実はなんかね、タンスルーしたっていう噂だけはちょっと小耳に挟んでたんだけど。なんすかその噂。いいっすよそんな噂聞かなくて。キュインちゃんと私はさ、なんかこう引きのバイオリズムみたいなのが似てるんだよ。あの0か100かみたいなね。あ、そう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 。ただですよ、今多分レオコさん、まあ、ほぼ0に近いじゃないですか。キュインちゃんもね、もうまあね、まあね、ほぼ0よ我々。いやでも逆にね、私は1回、2回当てて1回 ST にも入ってるくせになんですよ。だからこれ結構一番やばくて、はいはい、分かるよ。だったら今まだ1回も当たってないぐらいの方がマシ、跳ねっ返りがあったかなって思えるんですけど。はいはい、はい、ちょっと怖いっすよ、この2回もう初当たりに行かせるもんだから。なるほどね、うんうんうん、またあとチャンスもらえるのかっていうのが。ゆうこさんはね、次の当たりが ね、まあ、行けばね ST 入ってとか、そ問題次引けるのかっていうね。そうそう、次だからゆうこさんもしスルーとかしたもんならやめてくれ、やめてよ。もう、そう、もうですよ。そうだから2人でさ収録ってなったらさ、うん、やっぱその引きのタイプが違う人同士の方がいいんだなって思った。なるほどね、うん、やめろよな。合わねえみたいな。いやいやいや、今日はほんとちょっともう急に来てもらってるから、こんなこと言うのあれですけど。ふざけんなよ。だからさ、だからさ、キュウイちゃんがさ引き変えてよ。そうね、うん、ちょっといつもと。でもそうそう、すでに今違いますけどね、2回初当たりも引いちゃって、引いてるだけ、うん、でしかも連チャンしてないっていうのは、うん、あんま逆にないんで、そういうこと。あ、そうなの。あ、もう当たらないかってこと。当たらないか、早めに当たる日はもうそのままもう2万発ぐらい出てるんで、すでに。だからそれが出なかったんで怖いんですよ。なるほど。一番やべえかも、一番じわじわ負けるパターン。だ、新入バウツの2回目なんだけど、うん、まだ1回も ST やってないの。え、それもうまだ初打ちと一緒ですよ。そうだよね。その突入率が上がってるっていうのが前作よりいいにもかかわらず、そうですね、もうタンタンなの。あら、ダメなのよ。ダメですねそれは。いや、さすがに次入ると思うよ、当たればね、うん、と思うよね、うん、まあ引き戻し込みかもしれんけど、うんうん、絶対入るとは思います。いや、
しないことはないと思うけど、おっとちょっと強い。でも先読みはね絡んでないけど出だしがちょっといい。あれ、あ、一のシングルか、疑似連ではない。あー弱いか、なんか思ったより伸びなかったな。あれアスカ、発展しないかな、ないか。あ、ちょっと待って、いけ、果てしろ、よし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 、ないことないよ。で、保管チャンス。これこの後文字の色、あ、ここの色がねチャンスアップあるはずなんで、顔6、あ、ここね、ここね、そのどのタイミングでも色が変わるチャンスがあるので、多分このままだと弱いんですよね。あ、緑で、顔6はねまだ光ってない、一応1点牌なんで当たればかかる。最後赤になったけど、どうだ、なんかね、ボタンもね、赤かった。お、そんなあるんだと思って。チャンスボタン。カオルくん、光らないよ。まあ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 絶対光るわけじゃないんで。450回転、人類保管チャンスで当たりました。しかも、ST! おっしゃー。え、ST? ST、ST。マジか。1で当たってるんで。怖い。いやー、勝つよ勝つよ。怖い怖い怖い。骨盤ベルトをゲットする。いやー、タンミョン食べたい。おごってやるよ、タンミョンで冬越すんだ。私もう冬だよ。おっしゃー、まずいよこれは。これ伸ばすの、いいんだよレオコさん、ん、私の後を追って。やめてくれ、追わない、私は10連チャンする。謙虚だな、10連でいいんだ。10連でいいよ、十分だよ10連。まあ十分、10連十分、エヴァだったらね。さてと、カスタムがバランス一発告知、さっき読みフルカスタムっていうのがあるんですね。フルカスタムやめとこう、怖いんで。アスカでいきます、一発告知カスタム。前作の時ね、私アスカのカスタムが好きだったので、ちょ、レイちゃんのね先読みアツも好きなんですけど、こう、え、どっちの、キュイン、なんか今どこかからキュインってなったんだけど、あ、私でした。どうかな、キュンちゃんごめん、ちょっと取るね、インカム。よし、やりました。なんかジャグラーコーナーで当たった時みたいなキュインが鳴ったんで、別の島から聞こえたキュインかなと思って、私でした。私とは違ってスルーはしなかったようです。まあでもでもできればね、いっぱい出して対決がいいんで、まずレオコさんにも出してもらって、私も追いつく形で出せればと。よし、とりあえず ST スルーはね、うわーすごい襲撃とか出るんだ、かっこいいな、めちゃめちゃかっこいいですね。よし、新インパクトラッシュ続けたいと思います。あ、なんだなんだ、うわー、これ本当に私の台なのか、なんかエヴァっぽくない音が鳴るんだけど、なんか海みたいな音鳴ってたよ。ちょっと面食らいますね、なんか思ったよりも ST の打感が違うかもしれない。今一発告知カスタムでやってるからね、これまた出やすいんだとは思うんですけど、なんだこれ、このキュインのこのなんだろう、エヴァっぽくない一発告知の音もちょっと面白いな。ちょっと変えてみましょうか、渚香織出現率アップでいきたいと思います。
ちょっと今度はカオル君でいきます。ついに見よう、カオル君ランプを。あーっと、これが、あー、赤保留入った。カオル君が、おっと、また、あー、ついた、ついにカオル君が側渡りが多い。このキュインの音にも慣れてきました。よっしゃー、いいよいいよ、順調順調。ちょっと先読みやついきますか。回していこう。楽しそうだな、 ST やってて。おもろいよ、おもろいですよ。なんかでも、なんかやっぱ音がいろいろ違いそうですね。違う、なんかこの間抜けな告知を、うん、間抜けというか、なんていうか、エヴァっぽくない、エヴァっぽくない、うんうん、なんか前のよりパチンコパチンコしてる感じはする。まあパチンコだしな。まあね、うん、でもなんかちょっと違和感がある。そうそうそう、音が聞こえてくるなと思って。最初なんか自分の台じゃないと思ったもん、うん、なった時、あのジャグラーコーナーの音だもん。教習、あー、ここね、ここが迎撃じゃない方がいいってことって多分ね、決戦の中で激圧がその上なのかな。あー、なかなかちょっとこれだとだいぶ厳しそう。ダメ。はい、ST はですね、今更ですけど ST163 回転で確率が 99.5 分の1、前作とほぼ一緒です。で、継続率が 81% なので、もうね、半分折り返してます、折り返してます。まだ全然あと倍出ないとダメなので、サダバまくるには4連はね、4連はまだ全然足りないよ。レオコさん、ST 寝かさないタイプ？リゼロは寝かす。あ、リゼロ寝かすの、うん、エヴァは寝かさない。そのまま、うん、突き進む。そう。あれ、これ違う？あ、先読みだ。多分先読み。これは。もうちょ。アスカ。あれさ、あ、そうだよね、びっくりした。あ、赤だ、赤、赤字です。多分当たると思います、先読み絡んでる。うおお、プチュン、めちゃめちゃかっこいいじゃん。これきっともう当たりの展開ですよね。かっこよすぎるな。あれば、あ、しかもレインボーにはならないのかな。しょー、ありがとうございます。今のはめちゃめちゃかっこよかった。あんなのあるんだ。よし、よしよしよし、135回転、割とギリギリ助かりました。よっしゃあ、これしかもあれだ、続くんだ。あはは、このタイミングで5回目って言ってくる、いいね。あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。ちょっと今気抜いてた、気抜いてた、気抜いてた、ごめんなさい。いきなりね、ロンギヌスリラックス、もうなんでミサトで止まっちゃうの。シンジまで行ってほしかった。一応どでか、これ礼拝系来るっしょ、来ない。明日から来日しちゃう。あ、でも一応3、4でね、ケツが偶数先輩からのロンギヌスのやり通過ね。で、前段ムービー思ったより強くないんだよな。でも
ただ本当リーチ中のチャンスアップしない可能性はある。全然セリフは、ちょっと少しのチャンスアップも大事なんだけどな。これはマステマ欲しい絶対に。あーマステマない。チャンスアップが後半のガブレ銀ねのみか。テロップここでも変わんないよね。うー最後変わんないかな。変わった最後に変わった。金 OK ある。全然ある全然ある。頼む。よしやりました。あ当たった当たったよ。レオマさんありがとう。よかったアスカちゃん。アスカちゃん偉いよ。たまにはたまにはやるよね。なんかやっと勝負が盛り上がってきましたね。これ4なんで8スタート以外からだったら昇格。頼むよリスコ以外。リスコから昇格して。ダメ。まあ一旦4ですが、まあ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 当たったからいいでしょう。434回転おおおめでとう。ありがとうございます。投資がですな、投資がね27500円ですね。ちょっといっちゃいましたね。レオコさんがね今 ST 中なんでちょっと私も同じ現場に行かないと。 ST 対決さすがに3連単はなくないですか。だってないよ。かわいそすぎません。かわいそすぎる、ね、なやってないよそんな。いやでもいちいちかっこいいな連打刺す。あこれ即当たり。うわーめっちゃおもろあ確かこれ ST 新ギバの方が面白いかもしれない。そういうのもあると前作よりちょっと即当たりが多いかもしれないですね。底当たりのパターンも今みたいなのでちょっと増えてると思うし、当たりのパターンがめちゃめちゃ多い。7500です。やっぱラウンドの消化も多分早くなってますね。よしじゃあフルカスやってみようかな。フルカスタム、フルカスタム、なんか先読みも入れば熱いってことなのかな。先読みもあるし一発告知もあるしカオルくんもいてあとなんだか。頼む何でもいいから当たってくれあと何回転あるの。あと41回転ぐらいです。まだまだあるまだあるまだね。ああ保留変化入った。これ多分フルカツだから先読みもカスタムされてるってことですよね。あれなんか背景暗くなった。あ違う50回転来たからかメンダー迎撃砲撃ゾーンそういうゾーンがある。あ前で言うミッションみたいなやつかな。あ何も押すわけじゃない見守るんだ。ベンダーじゃないかブンダーよくわかんないブンダーかな。いや全然大丈夫。当たる当たる当たれ当たれ当たるじゃなくて当たれトントン。はい。あなんかいい音してる。一発告知的な音した。よかった間に合いました。これ取ってもう一発当たれば持ち玉がプラスになります。よし。いやでもちょっとやっぱ先読みチャンス系は意外たいですね。はぁはぁ引き戻せなかった。あーお疲れ様です。いやーいやー3連単つれ3連単はつらい。
んだっけ、パンミョンだっけ、なんだっけ、タンミョンね、タンミョン、タンミョン買ってあげるよ。タンミョン、いや、まだ負けてねえし、まだ負けてねえし、タンミョン買ってあげるから元気出して。タンミョン、タンミョン